資料集、日本人の単軍研究についての研究報告をさせていただきます。北海道大学大学院文学院日本史学研究室の専門研究員、北山翔子と申します。よろしくお願いいたします。資料集、日本人の単軍研究について、本育財団が主管する単軍、古朝鮮及び東アジア史定立のための韓日共同研究において、本育財団から提供された資料集が日本人の単軍研究です。ここには14名の日本人執筆者、落合直澄、林大輔、吉田東吾、中道夫、白鳥倉吉、坪井久米蔵、日下博士、三浦博之、高橋徹、平岩雄介、小田翔吾、稲葉訓山こと稲葉岩吉、青柳南明こと青柳綱太郎、今西龍蘭による単軍論18編が取り上げられています。本報告では、資料集を通して、近代日本人の単軍研究を実証的に解明し、その特質について総合的に把握することに努めました。具体的には、それぞれの単軍論について、要点の整理を行い、履歴及び経歴、社会的背景を勘案した上で、史学史的視座からそれぞれの単軍論が持つ特質を分析しました。まず、落合直澄、林大輔、吉田東吾について見ていきます。落合直澄は、江戸時代後期となる1840年、天保11年生まれ、没年は1891年、明治24年です。落合は、1888年、明治21年に発表した帝国記念史案の中で、単軍について、イタケルの神と単軍とは同心にしてスサノオの神の巫女なると述べています。落合直澄英一によると、落合は幼少期から20歳までの間に漢学や古典の素養を身につけたようです。1868年に戊辰戦争で功を立て、後に東京で神技官宣教検証博士に任官しました。昇格を重ね、帝国記念史案を出した1888年には、神職の最高位、大教上になります。以上のことから、単軍をスサノオの神の息子であるイタケルの神と主張した要因には、長く神職を務め、国学に精通していたことから、危機が常に身近にあったためと考えられ、落合にとって国史とは危機が前提になっていたといえます。三国史記と東国津巌について、大日本史に必須とし、もし世に関心、
なかりせば、千万年を経るも、我が死の記念を訂正し、その実を見ること、あたわざるなり、と、高く評価してる真意も、朝鮮への関心の高さよりも、国史を補完できるものとしての評価と考えられます。落合は、1667年の和国版東国図案を定本にしたと思われ、だとすると、林画報の序文にある、スサノオの神イコール三冠の一祖を念頭に置いていたと考えられます。その上で、江戸時代の師匠、日本春秋を引き、朝鮮では単軍を、イタキソ、あるいは、白木明神、日韓神と書いてあることを根拠に、単軍は滝だとし、イタケルの神の別称がイタキソ、あるいは、カラカミソホリであることから、単軍とスサノオの神の息子であるイタケルの神は、同一神であると主張しました。林大輔は、黒船来航後の幕末、1854年、安政元年に生まれ、1922年、大正11年に亡くなりました。林は、1892年に出版した朝鮮史において、単軍神話を、その説、口頭にして、にわかに信ずべからず、ある人曰く、イタケルの神、一名を肝心と言いたれば、事実、大略不合せり、また、謙虚に近し、としています。支那上代の研究にある年表を見ると、明治初年には官学を収め、1883年に臨時設置学科だったために、待遇面で差別のあった東京大学古典講習科鑑賞科に入学し、1888年に卒業すると、病弱も要因となり、1908年に東京高等師範学校教授となるまで転職を繰り返しました。なお、1914年には、上代漢字の研究によって文学博士号が授与され、1916年には、秀光とその時代により、帝国学士院恩賜賞を受賞しています。朝鮮史では、起死朝鮮を朝鮮に起こった最初の国家と認め、国家体制については、帝や法、陛下を使用しないことで、中国に対しての王国の礼を取り、年号も中国のものを踏襲していると指摘し、朝鮮が真の独立国とは言えないとしました。林は、東国図案と、表題音中東国史略をテキストとして使用したと思われます。単軍認識は非常に明快で、口頭無形な説、にわかに信ずるべきではないと言い切り、落合直澄のイタケルの神、イコール単軍説に対しても、道理に合わないことを無理にこじつけているのに近い、と二べもなく否定しました。コン・スンチョルによる先行研究では、林が制度や科学技術における朝鮮文化の優秀さや、科学的合理的文化要素に注目し、それを高く評価していたことから、非科学的で不合理な落合説への批判は当然だとし、近代国、
近代国学への警戒心を持っていたとしています。吉田東吾は、江戸時代末期となる1864年、元治元年に生まれ、1918年、大正5年に亡くなりました。吉田は、1893年出版の日刊古史談において、朝鮮の古史全く欠け、公人教説して錯乱意図甚だし、漢史開国の最高男子、単軍帯人に出て平壌に途遊す。これ、定行母親の年なり、決して信ずべからず、後世に至り、その相前を断じて、これを神にしたるのみ、と批判しています。吉田については、故文学博士吉田東吾先生略伝によると、1874年、10歳で小学校を中退後、試験を受けて教員になりますが、やめて軍隊に志願入隊するも、翌年除隊し、再度1887年に高等小学校教員検定試験に合格しました。しかし、1889年には小学校教員を辞職し、以降は雑誌や新聞に論文を寄稿し、それらをまとめたものを出版するようになります。1895年には、地名辞書の編纂を計画し、1907年、第5巻及び作為の出版で完了すると、1908年からは、東序日本史を編纂し、1914年までに、全10巻出版しました。1909年、大日本地名辞書により文学博士号が授与され、1904年から1913年頃まで、多くの学会や学校からの講演依頼を受けて、精力的に歴史講演を行っています。1901年からは、東京専門学校、翌年には早稲田大学に改称していますが、講師となり、1911年には教授となり、1918年まで勤め、1917年には理事となりました。このように小学校も卒業せず、定職にもほとんどつかないまま文学博士となった吉田は、明治大正期の立志修養、立志成功、立志伝といった伝記物に何度も取り上げられています。第一編太古記にある太古記念表で、西暦の紀元前3世紀にあたる日本について、二尊初めて国土を平定せらる、天祖昭林せらる、スサノオノミコト唐国に行かせらる、雨の日母子神国より来帰すと書かれている点は、危機の信代同様です。紀元前3世紀以前を、情勢、いわゆる信代の再編、これ考えずとしており、同時期の諸漢朝鮮記念は、朝鮮人いう単軍開国とそのこと痛く前後を誤る。漢人伝う、周代の初め、騎士、朝鮮に入ると、今を去ること、実に3000年となすなり、誠に叱るや否や、として、日本の国生み以前に存在することになる単軍と騎士を否定しています。このことから吉田が国生み以前を信代と考えていたことがわかります。
イザナギイザナミの国海や、スサノオとイタケルの渡韓も肯定した吉田ですが、朝鮮については、騎士を否定し、単軍に至っては数行しか咲かず、決して信ずべからずとしました。吉田はテキストとした漢詩が何かを明らかにしていませんが、早稲田大学所蔵の吉田東郷急増書籍の中に東郷窟願があり、これをテキストにしたと思われます。また、騎士の記事では三国遺事からの引用があることから、東京帝大版の出版以前ではありますが、三国遺事も何らかの手立てで読んでいたようです。次に、同時期に単軍論を発表した白鳥倉吉と中道夫について見ていきます。白鳥倉吉は、江戸時代末期の1865年、慶応元年に生まれ、戦時中となる1942年、昭和17年に亡くなりました。1894年1月に発表した単軍稿では、単軍の自責は、元来仏説に根拠せる架空の先端なればなり、と述べ、同年12月発表の朝鮮の古伝説稿では、朝鮮の古伝説の中にて、最も猛端を極めたるは、単軍の伝説とす、と述べています。白鳥博士正伝によると、1887年、東京帝国大学文化大学史学科に入学した白鳥は、日本に近代歴史学をもたらしたとされる、ルートヴィッヒ・リースから直接学んだ学生の一人でした。1990年に卒業後、学習院大学教授となっています。もともとの専攻は西洋史でしたが、学習院で支那周辺諸民族の歴史を担当したことから、東洋諸民族の研究に手を染めました。1904年には、学習院大学との兼任で、東京帝国大学文化大学教授となり、史学科で漢文支那語学第三講座を担当しています。1905年にアジア学会を創設し、1907年に東洋協会と合併した後は、学術調査部において東洋学研究に従事し、満鉄東京支社に働きかけ、満泉史研究のための歴史調査室を1908年に設置しました。1914年から7年にわたり、東宮語学門御用係、語学門上教務主任を務めました。1921年に学習院大学教授を退任すると、1924年には東洋文庫設立に尽力し、1925年の帝大定年退官後は、1929年に史学会理事、1934年に日本民族学会理事長、1939年に東洋文庫理事長に就任するなど、学術的要職を歴任しています。学習院大学教授時代の1900年には、博士会から博士の学位を授与されますが、これについては津田宗吉がヨーロッパでの知名度が高まって雑誌に論文が掲載されたことから、日本国内の学会でも功績が評価されたと記しています。以上の経歴からも明らかですが、白鳥は生涯にわたって日本のアカデミズムの中枢に存在していたと言えるでしょう。単軍論については、学術的に単軍を批判した最初の人物でした。白鳥は三国遺事をテキストに、そこに見られる仏教思想を詳細に分析した上で、
辛辣に単軍神話を批判しました。仏説をする根拠に、高句麗の長寿王時代に始まった北魏への朝貢外交をきっかけに、当時北魏を席巻していた仏教が渡り、流盛したことを挙げ、これを理由に単軍神話の成立時期を長寿王の時代、在位期間は413年から491年ですが、にすべきと主張し、単軍の伝説は当時の思想を商標する歴史上格好の記念物だと述べています。なお、単軍校では単軍伝説が生じた時代を仏教の朝鮮渡来時期と義書編纂時期から類推すれば、372年から551年までの179年間の間にあるとしたのに対して、中道夫が朝鮮古史校で単軍の伝記が漢詩にはなく、朝鮮人による創作としたため、朝鮮の古伝説校では単軍のことは漢詩に見えず、と改め、義書を疑問視しています。以上のことから、白鳥の主張が以降の研究に多大な影響を与え、特に植民地期の朝鮮における単軍批判や単軍否定の基礎となったことは明らかです。中道夫は江戸後期の1851年、嘉永4年に生まれ、1908年、明治41年に亡くなりました。中は1894年4月に発表した朝鮮古史稿で、三国維新については、この伝説は仏法統流の後、宋との捏造にいでたる妄誕にして、朝鮮の古伝にあらざることは一見して明らかなり、とし、東国津岸については、全く宋との妄説を歴史上の事実となして、これを接録し、ただその在位の年数は、ゴン君の東国史略によりて、1048年とせり、その城下に、子信の案を記して、この説理あり、と言いたれども、彩色無調と言える時代のことにして、証とすべきもあるにあらず、かつ後世の僧との妄誕につきて、強いて理解を下さんと欲するは、はなはだ言われなきことなり、としました。文学博士中道夫訓伝によると、1872年に慶応義塾に入塾し、卒業後は教職に就きますが、頻繁に転職を繰り返しました。養家が困窮を極め、生活苦にあえぎ、また就学、就職においても苦労を重ね、その収入は一家を養うために費やされました。生活に追われる日々ながらも、1888年には全6巻の品通史を出版し、さらに研究を進め、1901年には博士会から文学博士が授与されました。朝鮮古史稿のテキストが三国維持と東国津岸であることは内容から明らかですが、論文が発表された1894年当時、東京帝大版の三国維持が出版されていないため、どの三国維持を入手したのかは不明です。また、ゴンクムの東国史略によりて、としていますが、先行研究によると、ゴンクムの東国史略は、牧野3から4の一冊しか現存していないため、単軍に関する記事はなく、1048年の引用は、
東国志略ではなく、東国津賀を引用したものであり、中の勘違いと思われます。いずれにしろ中も白鳥同様、単軍伝説を厳しく批判しました。このチャプターの最後のセクションは、日本における抹殺された神話群についてお話ししたいと思います。危機事態に書かれた通り、すでに存在し、広泛に広まっていた多くの神話を取り込み、解釈し、抹殺して作られたものが危機です。明治になって、大日本帝国憲法の精神的支柱として危機が採用されるまでは、日本神話イコール危機ではなかったはずです。危機以外の神話群としては、例えば、アイヌ民族の創生神話、琉球国に渡った日本人僧太忠が書いた琉球神道記や、琉球国の正史である、中山聖観に出てくる奄美経、出雲の創生神話などがあります。先行研究では、水野タスクが、危機自体が、合目的的に選択されたものであると指摘しています。この合目的とは、中君愛国の市場を根強く植え付けさせることであり、それを最も強力に説明する法度として、神話がその役割を演じさせられたのであり、目的にふさわしくない内容の神話や伝説は抹殺されることだとしています。また、上田正明は、危機神話の世界が日本神話のすべてを網羅したものであるかのように考えるわけにはいかないと指摘しています。一方、1929年に書かれた松村武雄の神話学論考は、すでに興味深い指摘をしていました。危機成立時点において、危機以外の神話の輪滅があり、先住民族はおそらく幾多の自己神話を従愛され、あるいは喪失されていると述べています。具体的に言うと、闘争の勝者である天孫系民族の天皇家のことですが、集団的差別傾向及び構成本能によって、劣敗者の神話を取り込んだり、改変して吸収したり、抹殺するかして、危機神話を成立させましたが、蝦夷、隼人、クズの神話の多くが失われ、出雲神話も一部を失ったとしました。危機による一国一神話化が進み、天皇の神格化が、徹底されていた時代にかなり踏み込んだ指摘だったと思われます。以上のことから、危機の一国一神話化についてまとめると、危機成立時点において神話の輪滅、すなわち一国一神話化が行われていたこと、危機が明治政府による大日本帝国憲法の精神的支柱となり、国家神話化したことで、さらに一国一神話化は進化したということが言えると思います。さらに付け加えるならば、危機が宗教思想によって殉職されたという先行研究の指摘に従えば、植民地朝鮮において、日本人研究者による単軍神話に対する批判の要諦と全く同じというアイロニカルな事実が明らかになっています。ここでは1902年に発表された東京帝国大学文化大学版の三国一で共に校訂を行った草加弘と坪井久米蔵を取り上げます。まず、草加弘は、江戸時代後期の1852年、嘉永5年に生まれ、1926年、
大正15年に亡くなりました。久坂は三国維持の関東にある皇帝三国維持所において、論者皇丹府兄取るに足らずという、しかれども龍風遺族王をその中に参見す、いわんや集権都市、知性遠隔歴然として記しあり、いやしくも三国の窮地を公然と干せば、法を取り、火を取る、伊豆くんぞこれを残すべけんや、と述べています。上層名家伝によると、幼少期から藩校で学び、1868年、東京に出て、漢学者、河田王侯の門下生となった後、河田が修士局で歴史編纂に従事していたため、1875年から共に出仕するようになりました。1877年に修士局が修士官に縮小され、河田が宮内省へ転出した後も、組織形態や名称の変更がありましたが、一貫して奉職を続けます。職場では直属の上司となった重野康嗣の信頼を受け、資質を任される一方で、友人らと回覧社という文社を作り、文字の講習を行い、詩文を作りました。新撰漢文読本教授参考には、資料編纂係と東京帝国大学史学科講師を兼ねていたと書かれています。坪井久米蔵は、江戸末期となる1859年、安政6年に生まれ、1936年、昭和11年に亡くなりました。日本博士全伝によると、1876年、東京大学文学部政治理財科に入学し、1881年の卒業と同時に理学部へ再入学しています。理学部在学中の1883年から文学部史学科で講義を行い、卒業後は東京大学御用係及び理学部科学上に勤務し、1886年からは文化大学で講師もしています。1891年に文学博士を授与されると文化大学教授となりました。また、坪井久米蔵関係資料によると、文化大学では史学、地理学講座を担当し、1900年には帝国学士院会員に選ばれ、1904年から1912年まで文化大学長を務めた後、1923年に退官しました。久坂による皇帝三国維持所は、三国維持が論者たちから皇丹府兄取るに足らずと評されているが、隅々まで伝わった風俗風習や、今に残る古来の風俗が初中に散見し、集権都市や知性遠隔が歴然と見受けられ、仮に三国の窮地を抗議しようと思うならば、一部の欠点によって長所まで否定してはならないとしていることから、久坂が三国維持に対して一定の評価をしたと見ることができます。一方の坪井は、1900年9月の史学雑誌に掲載された解題で、丹軍神話を手厳しく批判しました。要約すると、新羅古伝説にまとう坊主衆は、コールタールのようなものか、あるいはコールタールそのものの異臭を放ち、汚れが甚だしく、捨てる場所にも困るが、貴重な薬品と有益な燃料を得て、分別蒸留を行えば、純粋な古伝が
抽出されることになるとしています。理学部出身者らしい比喩を交えた辛辣な言いざまですが、このような仏教色に対する強い危機感は、明治政府が神道の国教化政策を実施するため、1868年に出した神仏判然令や、1870年に発布された大教宣布による国家神道の徹底政策が大きく影響したように思われます。なお、文化大学版の三国志については、今西竜がこの官本、訂正を要すべき点、甚だ多しと述べ、坪井自身も実に無責任を極めたる反本にて、その甚だしきこと、暴利を貪るを目的とする諸林が一夜漬けにして出す本国物と業も選ぶところあらず、と憤りをあらわにしました。次は、三浦博之と高橋徹についてです。三浦博之は1871年、明治4年に生まれ、1931年、昭和6年に亡くなりました。1918年発表の朝鮮の開国伝説では、朝鮮が北方支那の移民の間に発生した騎士伝説を採用して、その時代心を表現させつつも、なおその間、自ら抑えがたき独立、自尊心のひらめきとともに、宗主国に対する軽き反抗心を起こして、これを満たさんがために、ここに単軍伝説の生まれた経路を認めることができる。単軍をもってことさらに東行と同じ時代の新人とし、また、自ら朝鮮と合したとする中にも、見えすいた作為と、包みきれぬ誇りとが伺われる。はるかに倉庫な我が神話伝説に結びつけて、謙虚不快の説を老戦とするなどは、沙汰の限りである。私はかかる意味からも、朝鮮歴史の改造を校長したい、と述べています。詩林によると、1890年に東京帝国大学文化大学専科に入学、1893年に国史科を卒業し、帝大で資料編纂や講師をした後、1907年には東京大学資料編纂補助をしながら、京都帝国大学文化大学国史学講師となり、1909年に京都帝国大学文化大学教授となりました。1915年に朝鮮半島史編纂事務を任され、1930年には京都帝国大学名誉教授となっています。1909年には東京帝国大学から文学博士号を授与されました。三浦が単軍の年齢を1908歳としていることからも、三国維持をテキストにしたことがわかります。京都帝国大学文学部草書版三国維持は1921年の刊行なので、東京帝大文化大学版をテキストに使用した可能性が高いと思われます。三浦の場合は、単軍神話の成立過程において、民族自決的意志が働いたと考えた点が、白鳥や中の単軍神話の解釈とは異なります。しかし、宗主国に対する軽き反抗心を起こして、これを満たさんがために、ここに単軍伝説の生まれた経路を認めることができると断定するには、資料の提示が必要です。余震は、三国維持に民族自決的意志を読み取るならば、作者であるイルニョンが生きた時代背景を知る資料は十分にありますが、あえてそれらの資料には触れない思惑があり、それが朝鮮歴史の改造にあったのではないか。
すなわち、朝鮮歴史の改造とは、朝鮮半島史編纂に始まった一連の朝鮮史編纂事業の主目的であったといえます。なお、丹軍を東行と同時代の新人とし、朝鮮と合したのはイルニョンですが、倉庫な我が神話伝説に結びつけて、県境不快の説を老戦としたのは、もっぱら、江戸時代から明治期にかけての国学者らであって、本来批判の対象は国内にありました。高橋徹は1878年、明治11年に生まれ、1967年、昭和42年に亡くなりました。1920年発表の丹軍伝説につきてでは、丹軍をもって、あるいは帝釈の孫となし、あるいは注文となし、あるいはプルの父となすは、いずれも後世の転化せる粉飾にして、本伝説の原型は、単に北朝鮮最初の軍長に丹軍なるものあり、妙高山に降りて、神徳をもって民を治めたりというに過ぎざるなり。果たしてしからば、丹軍は北朝鮮の伝説の祖王なれども、南朝鮮とは何らの関係なし。南朝鮮人はよろしく、新羅の子孫、ひょっこせをもって、僧となして、崇拝し、司祭すべきものなり。丹軍教において丹軍をもって、全朝鮮民族の始祖と立つるは、なお史上その証拠を発見する、あたわざるところに属するなり、と述べています。高橋徹先生年譜略によると、1898年、東京帝国大学文化大学に入学、1900年に漢文科を卒業すると、九州日報主筆を務め、1903年、韓国政府の招聘を受け、秀原平の後任として、官立中学校の雇われ教師となりました。1926年には、京城帝国大学教授となり、法文学部、朝鮮語学文学第一講座を担当し、1939年に退官し、1941年には、郷里の山口県へと引退しますが、1945年に招聘を受け、再渡官しました。1919年に東京帝大から文学博士を授与され、1940年には第1回朝鮮文化功労賞を授与されています。高橋は東京帝大文化大学版の三国志に加えて、仏国寺史跡をテキストとして使用し、他にも丹軍記事が掲載された資料をいくつか取り上げています。高橋は時代を追って丹軍伝来を説明していますが、伝説がますます発展するに従いて、ますます小説的色彩に濃厚となったのは、後世の転化せる粉飾だとしました。その上で、丹軍伝説の原型は北朝鮮にあり、南朝鮮は新羅の子孫、ひょっこせを僧とすべきであり、丹軍を全朝鮮民族の始祖とするには、資料が必要との見解を示しています。また、丹軍を帝釈天の孫にするという発想は、仏教伝来後の脚色であって、丹軍伝説が発生したと考えられている古朝鮮においてはあり得ないとする高橋の説は明解です。しかし、丹軍を北朝鮮のものとして、南朝鮮の始祖は新羅のひょっこせだと南北を分断して建国神話を規定するには、古朝鮮やそれ以前の地理や人口往来、経済活動などを立証し、説明する必要があると考えます。なお、論文が掲載された道元は、日鮮道祖論を学術的に立証し、
周知することを目的とする雑誌でしたが、関東論文であるにもかかわらず、単軍伝説につきては、日線同祖論に組みした内容にはなっていません。高橋と日線同祖論の関係について、先根結球では、高橋の朝鮮人論と深く関わっていると分析しています。ここでは、小田翔吾と稲葉君山こと稲葉岩吉を取り上げます。小田翔吾は1871年、明治4年に生まれ、1953年、昭和28年に亡くなりました。まず、1926年のいわゆる単軍伝説についてでは、この伝説を読むときは、何人といえども、その内容が仏教に関係のあるものであることは、直ちに知ることができるであろう。イーユルゴ、イーソンホ、アンチョンボ、デヨン・ハンチユン、ユンチョンギ、など、李朝の学者は各時代を通じて、その仏説によって捏造せられた、取るに足らざることを言わないものはないくらいである。内地の学者の中でも、中博士のごとき、白鳥博士のごとき大家が、いずれも皆、仏説よりいでたるもので、取るに足らざることを論ぜられている。今日なお、この伝説が、朝鮮人間に比較的強き信仰を持って、知識階級の間にも衝動せられているのはなぜであるか、と言い、さらに末尾では、李朝が、高麗人の民心を得る政策としても、高麗人の信じきたる単軍を尊崇して捨てなかったことは、これまた叱るべきこと存ずるのである。しかしながら、韓国併合の結果、内戦一家を成したる今日において、この単軍崇拝をいかに取り扱うべきかは、さらに一個の別問題となるのであって、これは行政方面とも関係のあることであるから、本編においては陳述を見合わすこととすると述べています。1931年の朝鮮省史では、なお朝鮮では、魏志、英満朝鮮の前に、今から4000年前、すなわち、シナで言えば行と同じ時代に、単軍という新人が、初めて半島に国を建てて朝鮮と言い、平壌に都したという伝説もある。これを単軍朝鮮と称する。この伝説は、今から650年ほど前、高麗の僧イルニョンの酔った、三国維持に記録されてあるが、正史には見えておらぬ。平壌には、ギジャサと並んで単軍差がある、としました。小田翔吾略歴時期によると、1896年に東京帝国大学文化大学史学科に入学し、1899年卒業と同時に、大学院へ入学しますが、すぐ退学して、長野県師範学校教授を皮切りに、教職を転々とした後、1908年に韓国政府学部書記官として渡韓しました。1910年に、朝鮮総督府内務部学務局編集課長となり、1924年には、慶城帝国大学、余暇教授兼大学余暇部長となりました。1925年からは、朝鮮史編集会の委員を務め、1926年には、慶城帝国大学教授として、朝鮮史学第二講座担任をしています。引用などからも明らかですが、二編とも三国維持をテキストにしています。
いわゆる単軍伝説についてでは、李朝時代の儒学者を総動員して、仏説を強調し、単軍を否定しました。儒学者らの説を、朝鮮社会における社会通念と捉えた小田は、単軍否定を自明の理として主張したのです。また、近代歴史学の立場からは、中谷、白鳥を引き合いに出して、自らの主張が正論であることの補完をしました。このような同調圧力をかけてまで、単軍否定をしなければならなかった理由については、末尾の韓国併合の結果、内戦一過を成したる今日において、この単軍崇拝をいかに取り扱うべきかは、さらに一個の別問題となる、という一文が全てだと言えます。当時、単軍問題は植民地朝鮮における政治的イシューであり、その問題解決は朝鮮総督府にとって喫緊の課題でした。だからこそ、小田の主張は強圧的になったとも言えるでしょう。一方で、朝鮮尚書は小田自身も最近における学術的研究の成果に基づいて、朝鮮史の要領を簡単に切実したものであり、専門家に示すべきものではないと述べている通り、一般的日本人読者を想定し書かれた一般書と考えるべきだと思われます。特筆すべき点は、古朝鮮と四軍と題した章が、朝鮮半島の古代、岸朝鮮、英満朝鮮と続いた最後に単軍伝説を持ってきた点です。史実かどうかの議論はさておき、最も古い単軍神話はほとんどの場合歴史の冒頭で語られてきましたが、単軍を正史として取り扱わなかった朝鮮史編集会の方針が反映されたのではないでしょうか。そもそも織田の激しい単軍否定は、単軍論争のきっかけとなった、この、いわゆる単軍伝説についてが講師ではありません。1923年に発行を開始した朝鮮史講座では、舌鋒鋭く単軍批判を展開しています。しかし、都刊以前に発表された論文からは、史学科出身の小田が朝鮮を研究対象にしていたとは考えづらく、織田の単軍否定論はあくまで1908年の都刊が契機となったと考えるべきと考えます。次に、稲葉君山こと稲葉岩吉は1876年、明治9年に生まれ、1940年、昭和15年に亡くなりました。1926年の単軍説話では、チェ・ユクタン君の金業に関わる東亜日報書斎の単軍論は、私の先年認めた単軍に関した一節もその引き合いに出されている。私としてはあの当時の考えを今も訂正する必要は感じていないけれども、何ほどか補足しておきたいと思う。アンチョン牧本、三国遺事によれば、チュモンすなわち、コウクリの始祖、トンミョンワンは、単軍の子であるということになるのである。三国史記にも何にも見当たらない。しかしこれは、白木系の前世時代では、受け入れられる性質の記事ではないと思う。白木は、すべて転校生であった。単軍の子孫であるとの、説話を伝えていないのみならず、コウクリすなわちプヨ系とは全く別の先民だという信念が高まっているからである。白木系の転校生と単軍説話を調和することはかなり困難でなければならぬが、それにも増して問題視すべきは、これまでの船内の居室名門のすべてはその祖先を品北本部の名族に託している。今の戦争中に一
つとして感性以外のものを見出さぬのも、その思想の影響であろう。単群説話は構成されても、民族の各々のちょっぽとこれらとの調和は、さらに至難と言わざるを得ない。日本にては、土性と客性との別ありしこと、船内と同一であったが、土性は客性を従属たらしめた。朝鮮はこれに反している。新羅ですら、支那古代の商工金典施設を担いでいるではないか、と述べています。ヨガ万仙子研究課程によると、1900年に内藤コナンの薫陶を受けて北市へ留学し、1902年に大阪商船会社藩校支店に勤務しますが、1904年には退社して陸軍通訳として日露戦争に従軍しました。1906年には内藤コナンと千万を歴遊していますが、1908年、白鳥倉吉が南満州鉄道株式会社内に作った歴史調査室による満仙歴史地理調査事業に参加し、1914年、事業終結すると、翌1915年には、参謀本部及び陸軍大学教官や山口高等商業学校講師となります。1919年から1922年までは内藤コナンの下で満蒙草書復刻に従事し、1922年に朝鮮総督府修士官に任官し、1937年に解職されると満州の建国大学教授となりました。なお、1932年には文学博士の学位を授与されています。アンチョン牧本、三国遺事をテキストに使用したと文中で明らかにしています。この論考は、織田正吾が文教の朝鮮に発表した、いわゆる単群年説についてに対して、チェナムソンが東亜日報で反論した、単群否認の謀、文教の朝鮮の教論に対し、さらに稲葉が反論したものです。ただし、チェナムソンは、織田坊、中、白鳥、今西坊、三浦坊の5名を名指しし、稲葉の名前は挙げていません。また、稲葉の先年認めた単群に関した一節とは、どの論文の一節なのかを、今回の研究では特定することができませんでしたが、1926年2月以前に書かれた稲葉の論考のうち、単群に関する記述を紹介しておきます。一つは、1921年に東京朝日新聞で連載された朝鮮の文化問題です。不要伝説より解放されて、独立した民族信仰の中心伝説、単群伝説のことです。に、邁進しつつある先人の今日は、敬がすべきであるに違いないけれども、伝説はどこまでも伝説であって、歴史ではないということに理解がなければならない。伝説には信仰が多半加味されているから、民族の将来を支持し、その生活を律するには不足はないとしても、それだけでは民族成立の由来をすら知ることができ、できがたいのみならず、日本国家の一員であるという理解すら持つことが不可能になる。二つ目は、織田が発行していた朝鮮史講座の朝鮮民族史です。三国、高句麗、百済、新羅の各々が特色づけていた開国物語を単群伝説のもとに並べることはできない。三つ目は、1923年に雑誌植民に掲載された朝鮮修士事業についてです。修士は当面の政治に都合の良いように、極筆されるに決まっていよう、従来の日本学者の資質を見るに
政権や国家のためといったら、随分思い切って曲折しているから、今回もお多分に漏れまい。つまり、干ばつされて委員となった人々は、政権の総画となって、朝鮮史の真相を抹殺するようなものだ。現に、先人間には、彼らが大切に護持している、丹軍。日本のアマテラス大御神のようなものすら、ために、脅威を受けていると言っているではないかと。故意言うような、非難を加えるものがある。朝鮮人の常に護持している丹軍についての想像も、全く誤解であり、即断である。丹軍崇拝は、板金著しく発達し、ほとんど前線の空気を圧しているのであるが、私の考えを申すと、丹軍の史的価値は、内外学者の研究に期待されるべきはずのもので、私ども終身に面した急務と言うべきではない。私どもの立場からすれば、今日の先人が丹軍を護持し、崇拝の度を加えているということが、すでに丹軍史の一部を構成している歴史であると思う。抹殺などは思いもよらぬことである。ただ、丹軍その人が先人の言のごとく、東行愚春の間、すなわち今より4200年前に構成したという主張を歴史が無条件に取り入れてよいかどうかは、一つに委員会の審議に待たざるを得ない。四つ目は1925年に出版された朝鮮文化史研究です。朝鮮の青年党がその伝来の不要伝説であった騎士崇拝から解放せられて、丹軍崇拝という民族自決の伝説に進みつつあることの消息は、容易に認めるべきものである。従来は青年方面のみに限られていた傾向と言っても良いのであるが、今日となりては丹軍伝説は前線の空気を圧している。すなわち、青年は優に及ばず、老人等までも、あえて、騎士伝説を云々するものが薄らいできたように感じられる。先行研究では、稲葉が丹軍神話に対して肯定的だったとする見方があります。理由には、稲葉の満戦士官が挙げられています。桜沢愛は、稲葉が朝鮮と満州の密接な関係を主張する上で、根拠となり得るものとして、丹軍神話を利用したと分析し、滝沢則興は、稲葉の満戦士官にとって、丹軍は実に都合の良い存在だったとした上で、稲葉が否定的に捉え、独立創上の総意として危険視したのは、その丹軍伝説を利用して、民族の結束を図ろうとする朝鮮人知識人、その代表がチェナムソンの歴史叙述であり、彼らの活動によって併合の精神が斜半不用意なる歴史解釈によりて曖昧に伏せられることと分析しました。織田が抱いた危機感は稲葉にとっても同様であり、当時朝鮮総督府が朝鮮独立を阻止するため、何としても丹軍を否定しなければならなかった事情が、1926年に発表された両者の論文から伺えます。朝鮮総督府が刊行した朝鮮史において、丹軍伝説を含む第一編第一巻を担当したのが今西隆でした。今西隆は1875年、明治8年に生まれ、1932年、昭和7年に亡くなりました。1935年刊行の朝鮮史のしおりに収められた朝鮮史概説は、今西自身が末尾で、本校は大正8年8月、京都帝国大学夏季講演会において、校名により朝鮮史概説を講演説祭に作成せる公本なり、と書いていることから、
1919年に脱行したものです。まず、騎士の損数は近年に至りて朝鮮に全く耐え、これに代わりて開国の祖として単軍の損数起こり、単軍教、大僧教とさえ少数、教派いでたり、これ一大事件を語るものなり、と懸念を伝え、高麗の中頃に至り、僧とは本次衰弱説を立て、この仙人と仏菩薩との混一を図らんとせしことあり。高麗の中頃、湾厳仙人に、単軍の尊号を立て祭り、単軍湾厳と称し、これを朝鮮開国の新人とし、大釈の子、カヌが妙高山、男女のもとに降下して海し子にして、朝鮮を開けりとす。この単軍のことは、三国維持に乗せられしをはじめとす。しかし、単軍連は、高麗の学者分子に少しも顧みられざりしが、李氏朝鮮に入りて、この説を取るものあり、世宗の頃より、その損数起こり、ユンフェがこれを処し、ソゴジョンが東国津願外記に収録せしより、この説は上古よりの伝説のごとく、みなさるるに至れり、李氏時代となりて、単軍の祭祀も国により行わるるに至れり、単軍は新人として、騎士は王者として尊崇せられしが、時代の精神盛んなる時代においては、騎士は最も尊崇せられたりしも、近年に至りて朝鮮の自主的精神より単軍の崇拝行われ、朝鮮人は朝鮮の宗教を奉ぜざるべからずとて、大僧教をなるものいでたり、騎士伝説といい、単軍伝説といい、その実は叙情のものなり、としています。また、今西の博士論文の一部をなす単軍校では、単軍は本来プヨ、コークリ、満州、蒙古などを包括するツングース族中のプヨの新人にして、今日の朝鮮民族の本体をなす漢種族の神にあらず、彼の父母の一つを神とし、他の一つを獣類とする伝説は、仏教的装飾や道教的影響によりては、決して生ずるものにあらずして、ツングース民族の祖神に特有なるものなりとす。単軍の前身者たる仙人湾厳を、落老、大砲肝心の紳士に、党を引く者にあらずして、コークリ人の祭り師、ヘモスなるべしと推定するの他なきは、実にこの一点にあり、父母のいずれかを獣類とするは、日韓民族の神には見るべからざるものなり、としました。今西隆博士府によると、1903年に、東京帝国大学文化大学史学科卒業後、大学院朝鮮史専攻に進学し、1908年には東京帝国大学文化大学で副主及び史学事項取調べ係として嘱託採用されますが、1913年に京都帝国大学文化大学の朝鮮史講師となり、1916年には京都帝国大学助教授となります。同じ年、朝鮮半島史編纂に関する事務嘱託と、朝鮮総督府戸籍調査委員に任命されました。1922年には、朝鮮古史の研究によって、京都帝国大学から博士の学位を授与され、1925年に朝鮮史編集委員を委嘱され、翌年には、京城帝国大学教授兼、京都帝国大学教授となります。朝鮮史概説及び単軍校のいずれも、テキストは三国維持です。今西は、
朝鮮史概説執筆の動機をその所言で、朝鮮において朝鮮人教育に従事する人々、我が国の教育者より選抜せられたる人々が書ける朝鮮郷土資料の幾冊かを観世子ことありしに、朝鮮王を朝鮮の皇帝と言い、甚だ式は天皇と称し、その他の用語、日本の宮廷に関すると同一のものを用いたるを見て、この人々が朝鮮史を知らざるは許容すべしとするも、果たして国史を知れりやを疑えり。我が国の学者、政治家、実業家、管理にして、朝鮮を知りし者の最も深き者すら、朝鮮の現在の表面を知りしのみ、朝鮮について議論する者の多くは、この現在をも知らざる者多し、その過去を知らざりき、その内臓を知らざりき、と訴えています。例えば、漢文学者、久保天瑞の朝鮮史では、小タイトルを近代期、近帝時代と題し、李朝第26代国王を今の大韓皇帝となすと記述しています。林大輔も近世朝鮮史の小タイトルを、金皇帝の即位及びデオン軍の新生と題し、古城を金皇帝と称していることから、今西がこのような状況を憂えていたことは明らかであり、単軍イコール、イタケルの神説など、もってのほかだったであろうことは想像に難くありません。今西も織田や稲葉同様、朝鮮の知識人たちが単軍を象徴化させて、民族の結束を図ろうとする風潮、ここでは大宗教を挙げていますが、こうした動きに対し、深刻な憂慮を抱いていたと言えます。今西の単軍批判も、白鳥、中の系譜を踏襲し、仏説を主張しました。なお、朝鮮史概説が1919年に発表されていることから、織田が白鳥や中を引き合いに出したのは、今西の影響とも考えられます。単軍校は、博士論文、朝鮮古史の研究の第一編が元になり、1919年の講演原稿である朝鮮史概説と比較すれば、より論文としての完成度は高くなっています。朝鮮史概説では、単に仏説だから真ずるに足らずとしていたものが、単軍校では、単軍神話の起源について、歴史的観点から、民族と地域の分析を行った上で、単軍は本来、プヨ、コークリ、満州、蒙古などを包括するツングース族中のプヨの新人にして、今日の朝鮮民族の本体をなす、漢種族の神にあらず、と結論付け、さらに、プルグネ、イビカなどは、名をことにすれども、実は漢民族の祖神が国をことにして、数法せられし者にて、本土同一の雷師なるべし。もし、それ祖先を崇拝し、民族の根本に遡りて、祖神を崇拝せんとならば、前期の神々を兼用すべし。他に求むべからざるなり。ただし、トンミョン、チュモンは、プヨ氏の新人なれども、コークリ及びクダラの始祖たるものにして、日本にてもこれを祖先と接しし、氏族少なからず、また、半島国家が久しくこれを祭りし自責あり、現代朝鮮人にもその移民の後は少なからざるべきをもって、この新人をこの名において兼用するは何人も異議なかるべしといえども、これ、プルグネ、イビカなどを兼用したる後において初めて行うべきものなりとすと提言しました。ここではジャーナリストの立場から単軍を語った
平岩祐介と青柳南明こと青柳綱太郎を取り上げます。平岩については生年月日も含め、ほとんど詳細を知ることができませんでした。自由東急社の千万草書に収められた1926年刊行の三国志では、丹軍神話について、昔、太釈の書士に関羽という野心家があった。ぼつぼつたる無本義抑えがたく、しきりに下界を狙っていた。それを見抜いた父神の太釈は、ある日、秘蔵の霊峰、神通無限の三個の天賦院を授けて、人外に下ることを許した。熊は対岸成就して、姓を女に変えたが、誰も亭主になり手がない。そこでまた、毎日男女のもとへ行って、どうか子を産ませてくれと祈願を込めた。これを見ていた、祐天王は、変な人間根性が出たものか、ある日人間に仮装して、ついに熊女と出来合った。この間に生まれたのが、すなわち、半島の始祖、丹軍王権であると、省略しています。広辞苑によると、省略とは、原文の一部を抜き出して翻訳すること、また、その訳文ということなので、まさに、平岩流に三国志を翻訳したものです。平岩について確認できた三点のうち、まず一点目は、外務省外交資料館にある在外本邦学校職員制度に対する乗車割引券の件で保存されている名刺に、日露協会学校東京事務所に平岩祐介とあることから、1921年には日露協会学校に勤務していたこと。二点目は、内田良平の広告使団日本のアジアに内田を支援した新聞社、通信社関係者として平岩祐介の名前が挙げられていること。三点目は、細井はじめが設立した自由東急社の主幹であったことです。また、平岩省略の三国志には、文末で細井はじめが、三国志は非常に難解な書物である。これが厄介は企てても及ぶまいと、ほとんど断念をしていた。自由東急社主幹、平岩祐介氏が、自分がその章に当たってみよう。かかる陳書、専門家以外のものの、かつて翻訳しようともしなかったものが、誰にもわかる原文一致で世に公にされることになったと書いています。次に、青柳南明こと青柳綱太郎は1877年、明治10年に生まれ、1932年、昭和7年に亡くなっています。1927年刊行の丹軍神話では、スサノオノミコトは、朝鮮王国を開いて、その子、イタケルの神のミオに、完全なる君主権を有する丹軍と習えたのではあるまいか。丹軍は、日本の天皇親族と同族であって、日韓領地の生民が、同じく天皇親族の神話を、朦朧ながら後世に伝説し得たるを喜ばざるを得ない。現今朝鮮の人々が丹軍神を崇拝することは、我が祖先諸神の分家の神を崇拝するのであって、日韓の併合をここに置いてか、大いにその意味信仰なるを感ずるとしています。韓国近現代人物資料によると、1899年、東京哲学館、現在の東洋大学に入学しますが、1901年に中退すると、関門新報の通信員としてソウルに入り、1903年には、
大阪毎日新聞の嘱託として、南西地方の実業調査に従事しました。1906年からは、韓国政府財政顧問部財務官を務め、その後、宮内府へ移動しますが、1910年の韓国併合と同時に退職すると、朝鮮研究会主幹となり、福岡日日新聞通信員兼務を経て、週刊経常新聞を発刊。1917年には、経常新聞社長となりました。三国維持と東国図鑑をテキストとしたことは、文中で明かされていますが、書き下し文は青柳自身によるものと思われます。青柳の文章からは、日鮮同祖論の立場に立っていると考えられます。しかし当時、日本人研究者の間では、単軍否定が主流となっていたため、単軍と日本の神話を同列にした点からも、青柳を研究者と見ることは難しいように思われます。根拠を提示せず、あくまで朝鮮に対する個人の思い入れと思い違いに終始している点も、この書籍が歴史書ではなく、歴史小説になる理由です。何より青柳自身が、我が輩思えらく、朝鮮の歴史を古文書化せんとするは歴史家の兵である。朝鮮研究なる名において、偏偏たる軸と、事実の戦議は我が輩の取らざるところ。我が輩は朝鮮歴史、すなわち実録事実の記載者にあらずして、哲学と政治を根化して、精神的に一見識を出さんとするのが我が輩の理想である、と述べています。ここではまず、各筆者が利用したテキストについて、表を参照して考察します。落合直澄と吉田東郷が使用した東国図鑑は、1667年に徳川光圀が刊行したものです。この和国版の序文では、林画舫が単軍を朝鮮の祖としながらも、スサノオノミコトを三冠の一祖として扱い、日本と朝鮮を同一視していますが、これによって江戸時代には単軍イコールスサノオ説が多く見られることになりました。落合はこの流れを組んでいると言えます。落合が神職であったために、単軍イコールスサノオ説は身近な存在として理解しやすい説だったと思われます。一方、吉田は、江戸時代から続く伝統的な単軍イコールスサノオ説を完全に否定しました。ほとんど独学で研究を進めてきた吉田は、独自の歴史観が確立し、東国図鑑の序文には影響されなかったのではないでしょうか。林大輔が東国図鑑以外にテキストとして使用したのは、ユヒヨン線の表大音中東国史略です。日本国内で何点か確認されているパクサン線の東国史略を使わなかった理由は不明ですが、単軍の年齢表記を4018としているパクサン版よりも1500年としているユヒヨン版の方が1048年とする東国図鑑との差は小さいことから、あえて表大音中東国史略を選んだのかもしれません。他はすべて三国維持をテキストに挙げていますが、白鳥と中については三国維持の入手方法が不明です。文化大学草書版三国維持が出版されるのは1904年であり、白鳥と中以外はすべてそれ以降の発表であることから、1921年の京都帝国大学版、あるいは今西が肯定した1928年の朝鮮史学会版のいずれかを使用したと考えられるが、白鳥と中は1894年に論文を発表していることから、当時の日本に現存した尾張徳川家か
神田男爵家、いずれかの三国維持を確認したはずです。次に、学歴や大正論文発表時の履歴から見えてくるものについて考察します。韓国では、植民地朝鮮における歴史の歪曲を議論する場合、当事者であった日本人研究者の歴史観は、植民史観と評されます。1960年代に成立した植民史観という概念は、日本人研究者の多くが東京帝国大学の出身者であったことから、漢学アカデミズムと結託した実証主義史学に基づく歴史観を指し、侵略を合理化させたものとして、民族史観と対立するものとして定義されました。では、漢学アカデミズムとは、どのように定義づけられているかというと、先行研究では松沢優作が今も東京大学資料編纂所で続けられている資料編纂事業をリードした三上三次や黒板克美、辻善之助らによって資料編纂係と東京帝国大学、文化大学、国史科を中心に形成された歴史学の学派、としています。岡崎克代は明治30年1897年を漢学アカデミズム史学の成立期を示す年号と考え、さらにこの時期は日本にドイツ近代歴史学が定着した時でもあったとしています。広木隆は1892年の久米国武筆家事件がアカデミズム史学のターニングポイントと捉え、それまでの積極的な姿勢を放棄し、消極的な実証主義に変質したとした上で、1899年4月16日の第1回史学会大会において、坪井久米蔵がアカデミズム史学の自立化を強調したことは、この時点でのアカデミズム史学の輪郭をアカデミズム史学の側から明示した言説として重要だと指摘しています。このような先行研究の成果からは、漢学アカデミズム史学が東京帝国大学の国史科を中心としていること、1890年代に成立し、その時期に体制を確立したことが明らかです。今回資料集では取り上げられなかった朝鮮史編集会を取り仕切っていた黒板克美や、その学頭に連なる中村秀隆、末松康和、田母橋清は、いずれも東京帝国大学の国史科、あるいは国史学科出身であることから、漢学アカデミズムと言えるでしょう。さて、東京帝国大学出身者は、林、白鳥、坪井、三浦、高橋、小田、今西と14名中7名いますが、国史科出身者は三浦だけです。しかも、林は学内で差別されたとされる古典講習科出身であり、他の白鳥、小田、今西は西洋史、あるいは東洋史が専門の史学科、高橋は漢文科、坪井の理財科とは経済です。また、論考を発表した時点で、どこに所属していたかを見ると、坪井と日下しか東京帝国大学にはいません。ただし、日下の場合、歴史が専門ではなく、漢学者であり、歴史研究ではなく、主に校訂作業を行っていました。吉田は当時まだ在野の歴史家であり、落合は神職の最高位、大教生で、何より、国学者として認知されています。落合だけでなく、江戸時代に生まれた林、吉田、白鳥、中、日下、坪井らにとって、国学は身近な学問だったと考えられ、小学校を中退している吉田はもちろん、史について漢学を学んだ林や、藩校で学んだ中や日下も、西洋に起源がある近代歴史学そのものを、正式に学んだことがなかった。あるいはそもそも
理解すらしていなかった可能性があります。また、明治政府による新道の国教化政策や、新道の国教化政策や、国家新道の徹底などを受け入れやすい資質は、幼少期に出会った国学の体験も影響しているのではないかと考えることができます。いずれにしても、資料集で取り上げた論者のうち、純粋な意味での漢学アカデミズム資格と言えるのは、かろうじて坪井しかいないことになります。白鳥は1904年以降、東京帝国大学教授として、漢学アカデミズム史学の下中に身を置きますが、1914年から7年間、昭和天皇の御用係として、国史の教授を行ったという経歴からは、アカデミズム史学とは考えづらいです。以上のことから、14名のうち、漢学アカデミズム史学と言えるのは坪井だけであって、他の13名は、漢学アカデミズム史学の終焉にいたと言えます。最後に、終焉にいた者のうち、歴史研究や大学とは関係がなかった平岩と青柳について言及します。坂本太郎によるジャーナリズム史学の定義について、アカデミズムの史学が筆下を恐れて、佐治の交渉に沈潜している間、民間では文明主体の流れを組むジャーナリズムの史学が流行した。民有者によった徳富蘇峰、竹越与三郎、山地愛山などの史論がそれである。文明主体が明治啓蒙期に現れた封建打破、市民平等の自由民権論者の歴史とすれば、このジャーナリズム史学は、明治の20年代にふさわしい、藩閥打倒、国権伸張の声を掲げた新興ブルジョアの史観であったと言えよう。これらはいずれも生々しい現実から割り出された生きた史観である。毎日の生活と結びついた歴史である。史論に精細があり、深く読者を動かすものがあったことは当然である。ただ、専門の学者から見れば、史実の認定に過ちがあり、資料の吟味が不確かだという非難を免れることはできない、と述べています。なお、万国志向によると、文明主体とは、正確に事の実績を叙述し、それに加えて評論を下し、特筆を弁じ、もって原因結果を述べ、その上で文物風況を講ずるものだとしています。1880年代以降、文明が歴史叙述において、重要な位置づけとなり、文明史観が潮流となりました。ジャーナリズム史学とは、文明史観の流れを組んだ生きた史観であり、毎日の生活と結びついた歴史と整理されると、雑誌記者である平岩と出版人であった青柳が書いた歴史物としての挑戦史は、史実の認定に過ちがあり、資料の吟味が不確かだとしても、平易な言葉で面白おかしく綴られており、まさにジャーナリズム史学に分類されるべきものだと考えます。資料集で取り上げた単軍論が植民地朝鮮に与えた影響について考察します。最も大きな衝撃は、小田昌吾のいわゆる単軍伝説についてでしょう。これに対してチェ・ナムソンは東亜日報に単軍否認の毛、文教の朝鮮の教論を掲載し、猛反発します。さらに反論したのが、稲葉による単軍説話です。マスメディアを舞台に応酬を繰り広げた単軍論争は、1928年にチェ・ナムソンが朝鮮史編集会に加わったことで、論戦の舞台を朝鮮史編集会へと移しました。朝鮮史への単軍記載を熱願するチェ・ナムソンに対して、実証主義史学の立場を盾に拒絶したのが黒板克己です。
しかし、国史においても実証主義史学では割り切れない問題が存在し、それが近代史の解釈についてでした。黒板は神話伝説の中から幾分にても史的現象の認められるものがあるなら、そこを国史の出発点とするとして、国史の出発点を危機神話とすることを認めました。事実を絶対視する近代歴史学イコール純正史学に、史的現象という曖昧な存在を容認したことになります。一方で、これがあくまでも国史に限った教鞭であったことは、単軍を歴史的人物ではなく、神話的のもの、変年史の中では取り扱いがたいものと述べたことからも明らかです。こうした史観を持った黒板が、朝鮮総督だった斎藤誠に、朝鮮史編集会の修士官として推挙したのが、教え子の中村秀隆です。中村は単軍神話を、朝鮮史が正史として掲載しなかったことについて、単軍説話について、考証学的に考察し、古文献に見えず、また、成立の年代の新しいゆえをもって、高単無形と称して、ほとんど抹殺し去るに等しい評価を下すことも、一理はあるにもせよ、この説話の真の意義、重要なる発展過程、またはその完成した姿を見得るのは、実に李氏朝鮮時代初期に存するのであり、その点においては、これらの条件を推知し得るべき文献が、なお幾多存するにもかかわらず、ほとんど一個も与えられずして、今日に至ったことは、甚だ遺憾とせねばならぬ。むしろ、内容的に史実の反映を見たことは、極めて少量で、あるいは祭祀に、あるいは祭儀に、また、時代の精神とともに、思想的所産を取り入れつつ、発展してきたのに、過ぎないために、勃却されてきたというような感がありはせぬだろうか。したがって、単軍説話の発展については、なお歴史的恒久が残されているのではなかろうか、と述べました。史実ではないことを理由に、抹殺することも可能だったと前置きした上で、単軍神話の由来や経緯、時代背景の歴史的価値は認め、今後の研究の方向性と必要性を提言した点からも、朝鮮史編集会での黒板の発言を踏襲したと言えます。注目すべき点は史実の反映です。中村は単軍神話が史実の反映が極めて少ないとしましたが、黒板は危機神話について、いくらかでも史的現象が認められるなら、そこを国史の出発点とするとしていました。国史においては史的現象の容認、単軍神話に対しては史実の反映を要求するというアンビバレントな状況が植民地朝鮮において生まれることになりました。その結果、神話解釈の矛盾を投函したまま単軍神話が朝鮮史の表舞台から消えます。今回触れることができませんでしたが、黒板が植民地朝鮮へと誘った教え子は今一人いて、1932年5月に急逝した今西隆に代わり、朝鮮史第一編第一巻を執筆したのは、東京帝国大学文化大学国史学科を卒業した末松康和でした。今西の意思を継ぎ、朝鮮史を完成させた末松は、朝鮮史以降、単軍に関する論考をほとんど発表していません。唯一、日本人向け一般雑誌である朝鮮行政に約2年間、22回にわたって連載した朝鮮史のみです。この中で末松は三国遺事について、高麗人自身によって構成されたものという点に意義があると述べ、単軍朝鮮については、単軍朝鮮が文献上
かくも新しきものでありながら、なおかつ私が胡蝶泉の大地に掲げねばならなかったのは、なぜであるかというに、一つには、それについて、文献の語る年代そのものが、義、A、二朝鮮の前に置かれているからであり、二つには、その伝え、単軍朝鮮の思想的規模が、半島開闢の伝説としては、最も広大だからである。核のごとき古さと規模とを有する開闢伝説は、言うまでもなく、王子高麗の時代の所産であって、その後それに加うるものできなかったのは、核のごとき開闢伝説を不十分とするような大きな時代が来なかったからに他ならぬ。またその前に核のごとき伝説が生まれなかったのは、かかる伝説を必要とする時代がなかったからである。すなわち、王子高麗時代に先行した新羅の一党時代には、三国の一たる孔新羅の開闢開国の伝説を報じて満足し、また三国時代には新羅をはじめ、高句麗、百済、それぞれに開闢伝説を持っていたが、いずれもかの紀、A、梁朝鮮より古く時代を支持するものがなかった。このことは重要な意義を持っている、としました。末松は認めるには資料が足りないが、否定するにも資料が足りない。否定する資料が足りない以上、神話伝説の中から、幾分にても史的現象の認められるものがあるなら、そこを国史の出発点とする、とした恩師黒板の史観を朝鮮史において踏襲し、疑問も含め単軍朝鮮を朝鮮史に加えたと思われます。